お、キリト、ちょうどいいところに来てくれた。仕入れの関係で今から急に店を開けることになっちまったんだが、その間の店番頼めねえか。オンに切るぜ。戻ったら何でも好きなものをおごってやるからよ。じゃちょっくら行ってくれ。こっち、飲み物まだ来てないぞ。すみません、武具の予約をしていたものなんですけど。すみません、エギルさん、アイテムの鑑定をお願いしたいんですけど。で、お兄ちゃん？こんなところで何してるの？なんかすごい混んでるね。ご注文を受けたまわりました。ベリーソーダ2つですね。すみません、こっちも注文お願いします。はい、少々お待ちください。ごめんお兄ちゃん、前見てなかった。痛いけど大丈夫。っていうか、私たちがフル稼働しても手が回んないよ。どうしちゃったの今日は。エギルさんはいつ帰ってくるのかな。キリトさん、酒場のお手伝いですか？いや、そういうつもりはなかったんだけど、成り行きでね。お忙しそうですね。ちょっとお茶しようと思って寄ったんですけど、手伝いましょうか？いいの？いいですけど、そんなに困ってたんですね。これください。ブレンド一つですね。かしこまりました。すみません、お水。はい、お手元を失礼いたします。注文いいですか？ファッカの木の実ジュースを2つ。はい、ジュース2つで10ゴルになります。あ、いらっしゃいませ。お席ご案内させていただきます。慣れてる。
何？あれ？キリト君、リーファちゃん、それにシリカちゃん？どうしたの？みんな、お店のお手伝い？なんかそうみたいだね。私も手伝うよ。うん、今日くらいいいよ。何したらいいかな。キッチンやろうか。キリト君、これ味見してくれる？一応レシピ通り作ってみたんだけど、ちゃんとお店の味になってるか不安で。本当？よかった。レシピ覚えて今度キルト君にも作ってあげるね。キリトさん、すみません、ちょっと来てもらえませんか？怖そうなお客さんにつまずいて紅茶かけちゃって、本当にごめんなさい。キリト君、アイテム買い取りの方、列ができちゃってるよ。あんたたち、何やってるの？お店ごっこ？シロノ、お願い、手伝って！手伝うって、いいけど、私にできることなの？それ。お前、黒の剣士キリトじゃねえか。どうしてこんなところにいるんだよ。とんでもねえ、ケチつけて悪かったよ。許してくれ。いろいろすいませんでした。俺たち消えるんで、それで許してください。はい、行っちゃいましたね。キリトさん、すごいです。でも、キリトさんが言ったから効果があったんですよ。助けてくれて、ありがとうございます。とんでもないです。じゃあ、私は仕事に戻りますね。お客さん、大勢お待たせしちゃった。これの取引をお願いしていたんだけど。はい、どうすればいいのかしら。まずトレードウィンドウを出して。トレードウィンドウ？使ってみたことある気がするわ。どうやって出すんだっけ。そっから？
力になれなかったみたいね。ごめんなさい。シノノ、まだアインクラッドに来て日が浅いんだよね。すっかり忘れてたわ。でもどうしよう、酒場の方は私とシリカちゃんでどうにかなるとして。私鑑定なんてできないし、さっきから断ってばかりだよ。エギル、注文の武器一式届けに来てあげたわよ。あれ、エギルいないの？え、何を一体。ありがとうございます。お次のお客様、受け止まります。こちらのお品物ですね。なるほど、いい防具のようですが少々傷があるようですね。ほらキリト、あんたはこの武器チェックして。あんた剣士なんだから武器の良し悪しくらいわかるでしょ。思ったこと教えてくれればいいから。よし、こっちの鑑定はおしまい。よし。ちょっと持ちすぎちゃった。ごめん。もう話してくれても大丈夫だから。さあ気を取り直して次のお客さん行くわよ。あんたは武器のチェックお願いね。品物を取りたいんですけど届かなくて。シリカ任せて。多分こうすれば。力加減もちょうど良かったみたいね。みんなだんだん板についてきた感じね。でもこんな日に限ってお客さんが一向に減らないね。パパ、ママ、ただいまです。あ、ゆいちゃん、おかえり。あれ、皆さん
お店のお手伝いですか？そうなの。ちょっと忙しいからお部屋で休んでてくれる？アイテム買い取りの待機列が3名を超えました。ヘルプお願いします。はい、私行きます。カウンター右側のお客さんが注文みたいです。はい、了解しました。大変です、ライムジュースの在庫がなくなりそうです。じゃあ私が出しておくわ。立てて嬉しいです。かなり長い時間店を開けちまった。それは俺が悪かった。そして店番のお礼には何でもおごるとも言ったけどな、おごるにしてもこの人数は何だ。ポテトグラタンでしょ、リゾットでしょ、あとどうしようかな。あたしはパスタセットで。取れたて永久食材のベーグルサンドが食べてみたいな。あ、食後はチョコパフェをお願いします。私は7食パンのフルコースにポタージュスープがいいです。じゃあ私もパスタセットで、食後に紅茶とケーキ。ああ、なんで全員に怒らなきゃいけねえんだ。だって私たち全員頑張ってお手伝いしたんだもの。そうだよね、キリト君。そりゃそうだけどよ。くそ、なんてこった。へえ、いい。なんや、いやいやいや、ああ、wo gehst du hin, Asna? どうしたの？ Ich will mit dir eine Party bilden. Endlich, endlich. Also, das war extrem viel, was wir jetzt gerade aufzuarbeiten haben, hatten. Also, ich dachte, ja, ein, zwei Zwischensequenzen werden wir vielleicht bekommen und dann geht's weiter. Aber so viel Stuff. What the fuck? Einfach nur what? What the fuck? Ich meine, es war jetzt gerade fast eine Stunde. Heftig. Ja, geht's mit Asna. Ah, die Ring, denke ich, alles klar. Am Tage zu Ebene 83. Ah, jetzt habe ich darauf ja nicht geachtet. Ich bin jetzt so ein bisschen genervt, dass es halt extrem viel, weil das Spiel erst so, ja, ein bisschen musst du machen und dann geht's weiter. Und dann kommt hier so, da so viel Stuff, Alter. Not really, Alter. So, jetzt noch mal. Ach so, okay, ja, verstehe. Wir sollen da einen bestimmten Ort und dann geht's da weiter, weil wir wollen ja mit Asna immer noch unser Eheversprechen wieder zurückbekommen.
Und dafür müssen wir jetzt zur Ebene 83 nach Dolva. Aber halt erst am Morgen. Also werden wir kurz im Inn schlafen. Und dann geht's weiter mit Asna und Kiritos Story. Was mit dem I? Nee, Kirito-kun. ここってどこかに似てると思わない? この家入ってもいいの? すっごい。私たちの家にあった家具と同じものが揃ってる。 レア家具はさすがにないけど、 でもこれだけでも十分昔の家に戻ってきたみたい。 景色も落ち着く感じだし。 そっか。 ここが私たちの新しいマイホームなんだね。 キッチンってどうなっているんだろう。 調味料とかまた揃え直さないとな。 試合で見て回ってたら疲れちゃった。ちょっと休憩。でも素敵な家だね。これからは攻略の合間にちょくちょく帰ってこようっと。考えてみれば前の家にいられたのもほんの数週間だけだったんだよね。 思い出作りか。ねえ、例えばどんなことかな? シンコらしいってどんなこと? なんでもいいから言ってみて。 言ったの? だからキリト君が見たいなら裸エプロンしてあげる。 2回も言わせないでよ。
受けたらダメだからね。やっぱりこれやめよっか。そうなの？本当にキリト君見たいの？変じゃないかな。着てみたものの、どうすればいいんだろうこれ。段階が進んだってこと？まさか今のあれで？そんなわけないでしょ！思い出を作った場所って意味が思い出の地ってことなんじゃない？まさか裸エプロンでイベント進行だなんて。キリト君早く忘れてね。